まあ、焦ったところでいい人材が見つかるとは限らないしな。そこのかっこいいお兄さん。ん？およよ、後ろ姿はかっこよかったのに。前からは残念賞や。こいつ可愛い顔してさらりとひどいことつぶやきやがった。本気でそう思ったらしく、がっかり感を漂わせてる。まあいいか。なあなあお兄さん、ちょっと道を尋ねたいんやけど行け。しかもそのまま普通に語りかけてくるって、まったく悪気がないっぽい。このデート百選に載ってる白楼閣って名の旅籠屋、どこか知らん？白楼閣？この辺で白楼閣っていうとあそこしかないか。おう、知ってるといえば知ってるな。ほんとけ？なあなあ、よかったらどう言ったらいいか教えてくれへん？うん、この大通りを。自分もちょうど戻るところだし、案内してやるか。お兄さん、ええ人やね。うちな、あと言うんや。お兄さんは？あ？名前やえ。お兄さんの名前。うん、名前な。ハクだ。ハクと呼ばれている。ハクハンって言うんや。いい名前やえ。そうか。名前を褒められたのは初めてだな。名付けたクオンが褒めるだけだからかなり怪しかったが。そっか、ちゃんとしたいい名前だったんだな。そう言われるとくすぐったいというか、本名でないとしても照れるな。なあなあ、その白楼閣ってどんなとこな？うちなデートに来るの初めてやから何も知らないんや。どんなところと言われてもな。そうだな、とりあえずでかい湯船の風呂がある。泊まり心地はいいな。寝床は広いし飯もうまいし、特に風呂は最高だ。このデートですらあれだけの大浴場はなかなかないらしい。楽しみやえ。うちを出て一人暮らしを選んだの正解かもな。家を出てってまさか家出とか言わんだろうな。ああ、うちを出たのトト様に言われたからやけど、なんでもしきたりらしくて、姫殿下の生誕祭に合わせて増強することになってな。それで遠路はるばるやってきて、ついさっきデートに着いたとこなんよ。そいつはもしかしてルルティエやキールと同じか？つまりいいとこのお嬢さんってことか。そう考えてみると、どことなく浮世離れした雰囲気を漂わせてるな。仕草一つにしても品があるというか。しかし
どこにも付き添いがいないな。そうだとすれば家来が一人くらい連れているはずなんだが。なあ、行列はどうした？窮屈で邪魔やから抜け出してきたんや。こりゃまたもしやと思ったらドンピシャか。それに初めての帝都暮らしやもん。やっぱ自由気ままに暮らしたいしな。トト様が屋敷を用意してくれたみたいやけど、そんなんより内緒で一人暮らしすることにしたんや。屋敷を用意ってそこまでか。っていうか勝手に抜け出して黙って一人暮らしって今頃大騒ぎになってるんじゃないか。まあこっちには関係ないことか。見たことない感じで綺麗やな。いい雰囲気やえ。こっちにして正解やったな。トト様が用意してくれた屋敷よりも楽しくなりそうやえ。おう、おかえり。ハク、成果はあった？え、あ、うん、いや、やっぱなかなかな。そっか、うん、仕方ないかな。簡単に見つかるものでもないし、焦らずに根気よく探そう。そうだな。やばい、人材探しのことなんかすっかり忘れてたよ。わあ、すごいペッピーさんや。なあなあお兄さん、このべっぴんさんって知り合いなんけ？知り合いというか、同じくここの住人だな。ハク、この方は？うん、今日からここに住むらしい。道がわからないっていうから案内してきたんだが。うち、あとゆえ今日からここでお世話になるんよ。よろしゅうな。そうなんだ。私はクオン、こちらこそよろしくお願いかな。同じくここを仮住まいとしているから、何か困ったことがあったら遠慮なく言ってほしいな。なあなあお兄さん。ん？もしかしてあれな、クオンハンとお兄さん、ひょっとして恋人同士だったりするんけ？は？ちゃうの？うん、ちゃうちゃう。あんとけ、熱々ちゃうんちゃうの？だから違う。どちらかといえば恩人ってことになるな、一応。ていうかクオンと恋人同士、考えたこともなかった。ご期待に添えなくて残念だけど、私とハクはそんな関係じゃないかな。なんや、本当にちゃうの？なんでそこで残念そうなんだ？うん、もしそうなら今後の参考にいろいろ聞いてみたかったんよ。あれとかこれとか、恋人同士ならいろいろすごいことしてるんやろうなって。あれとか
これせっかくデートに来たんやもん。どうせならやけどをするような恋の一つもしてみたいんよ。恥ずかしい。こう言って一体デートまで何しに来たんだか。いやいやな、恋をしに来たに決まってる。そっか迷いなく言い切ったよ。恋ね。ほんならもう行くな。トト様が追手に四天王なんか差し向けてくるからちょっとだけ疲れちゃったよ。あれだけの縁入りに潰したらもう追手の心配はいらないね。さりげなくとんでもないことを言ってる気がする。それならお風呂で汗を流してくるといいかな。ここのお湯は最高だから。そうさせてもらうえ。ここのお風呂も楽しみにしてたんよ。そんならお兄さん、ここまで案内してくれてありがとうな。ああ。なんか妙に疲れたな。なんだかちょっと変わった子だね。そうだな、否定はしないが、お前が言うなという気持ちでいっぱいだ。変わっているという点ではクオンも負けてないだろう。オシュトルの弟分であるキュールも加わり、息上がる伯たち。その最初の任務は、モズヌ盗賊団を再び捕らえることだった。かの盗賊一味は、捕獲された後に収監されていたが、管理の隙をついて脱獄し、広い帝都のどこかに潜伏しているという。ずる賢いモズヌのこと、困難な任務になると思われた。だがしかし、モズヌがひょっこりと現れたのは、あろうことか伯たちが根城とする白楼閣であった。一目散に逃げるモズヌを伯たちは必死で追う。待ってください、お願いします。追いかけてきやがった。あのごめんなさい、この間はポカポカご迷惑を。でもお願いです、この子のこと、そんな風に言わないであげてください。ここ子はとってもいい子なんです。ちょっと大きいだけの、優しい、普通のホロロン長なんです。ですから。ふざけんな！そんな化け物みたいなのの、どこがホロロン長だ！どう見たって、脱ぎそぶ髪に取り憑かれてるじゃんよ！そんな…ココポにひどい言いようだね。そうです、そのような言い方、ひどいのです。これが普通のホロロン長に見えるってか！おめえら、目が腐ってんじゃねえの。ホロロン長ってのはな、
もっと小さいじゃん。もっと愛嬌があるじゃん。もっと色鮮やかじゃん。そうなのか。猫ね。二人ともなんで目をそらす。そんなな、そんな地味でブサイクで巨大なホロロン鳥がいてたまるかよ。うるせえ、この地味地味なうんこ色鳥。ココポは、ココポは地味なんかじゃない。ルルティエが吠えただと。なんだ畜生、本当のことを言っただけじゃんよ。やっちゃうぞてめえら、やっちゃうからな。しかし、ルルティエがあんなに大きな声を出すなんて珍しいな。初仕事の相手はこいつだった。採石がいいのか悪いのか。行きます、当たって。こんなの、この感じ、こんなの行きます。邪魔しません。これで邪魔しません。お前私の弓は遠く離れた敵に有効です。ですので前衛はお任せします。何？甘い。Yeah!
だまだ。結局俺らで捕まえることになるのか。そうなるですね。まったく無駄なことで。バカだけど力だけはあるから注意して。これが本当のバカ力ってやつか。バカバカうるせえじゃんよ。隠密として初めての任務は無事完了した。ハクたちの活躍によりモズヌ一味は再び投獄され、沙汰を待つばかりとなった。つかの間の安らぎを堪能するハクたち、この先も彼らは帝都に安寧をもたらすため奔走することであろう。そしてそれはあくまで民衆の預かり知らぬところであった。アトゥイを仲間に加え、さらに活躍の場が広がったハクたち。時あたかも、帝都は年に一度の王女生誕祭を迎えていた。王女の腰を先導するは、名高き大和の八中将。帝に浸水する無双の豪傑、豪腕のプライ、上昇無敗の知将であり
左近衛大将三日月の兄頼光、海運国シャッホロの王路冥界のソヤンケクル、ルルティエの父であるクジューリ王ラクドのオーゼン、号泣の使い手イズルハ王超言の時房、ヤマトの実質的な大老栄光のオシス、守りの戦いを得意とする除血鎮守の宗近、そしてデコポンポ、年幼くもすでに王女としての威厳を称える王女アンジュに民衆は熱狂した。生誕祭の興奮が去り帝都に日常が戻った頃、再び現れた謎の双子により白は不思議な庭園に招かれる。庭園の主である老人は水戸、従う女性はほのかと名乗った。水戸に壊れるまま記憶をなくしてから今までの境遇を話して聞かせる白、興味深げに聞き入る水戸と隣で優しく微笑みかけるほのか、白はどこか切ないような言いようのない思いにとらわれたのだった。